田中をウエストハムの噂。まあね、サッカー合ってる合ってるじゃなくて、普通に武田みたいな選手も取るからね、ウエストハムね。田中尾は過大評価だと思いますよねって、絶対に言わせたい人がいた。<laughs> いえいえ。田中碧に関してはめちゃくちゃいい選手ですよ。ただ今、クラブの状況でね、そう二部台本なんだみたいなそっち勢が来るけどもう、もうプレイ見てからですね。最近のプレイは見てないけど、僕、田中尾はめちゃくちゃいい選手だと思います。だって、田中碧と森田とね、遠藤渡るランカーのあの3枚になったから、あじゃあ最終予選ね。 でできたししし田中はままだポテンシャルとと思っってててすすさんとしてはこれからどのようなな選手になってほしいです日本だとねフィジカル的な優位性あるからデヨングっぽかったけど海外だとねやっぱデヨングみたいに一歩前にグって出てみたいなプレーはしにくいだろうからうんだからそれこそねあだギュンドーンみたいな感じじゃない失わないんだけど前出てって得点も取れるみたいな見た目とかは全然違うけどああいう中盤から飛び出してって点も取れる技術の高い賢い選手みたいなああと田中を見てたわ そうだそうそう。なんかね、田中王があれ、あ、今回初戦プレシーズンの。なんかね、あの、田中王がちょっとごつくなってて、で、プラス、なんかすげえ足元硬く感じたんですよね。俺だけかな。 もうこれがただのちょっとした心配だったらあれなんですけど、プレシーズン初戦でちょっと硬かったのか、なんかね、あの、ファーストタッチの置き所とかがちょっと伸びたりとか、あれ前だったらそこ逆ついてターンしたりしてるよねみたいなさ。なんかね、田中青が、もう,まあもう僕の感覚的なところなんでね、こればっかりは。そう、だから肉体改造して硬くなったのか、何かしらが変わって硬くなったか分かんないけど、めっちゃうまいんだけどね。僕だけですかね、感じたの。田中周三筋トレすね。あ、そういうの出てんだ、情報。 うまいんだけど、めっちゃうまい時の田中王に比べて、そう、なんかね、気になるシーンが多かったですね。でもなんか、あの、田中王のチーム自体がさ、まあ、配置とかが綺麗なわけじゃないんだけど、3人目の動き意識してるっていうか、すごいオフザボールをさ、特に、あの、フォワードとか裏飛び出し、なんかこう、パス号を結構使うチームだから、 あと、田中をサイドに振った後に、こう、パスコースの作り直しとかもしっかりやるから。あのチームの配置良くなくても、あの、瞬間瞬間でパスコース顔出したところに、田中をだったらさせるからいいかな、みたいな風に見ながら思ってましたよね。肉体回数の過渡期の影響かもしれません。みんなあれでしょあの、なんか、ごつくなったなって思わなかった。あれかな髪の毛切ってたからかな短髪になってたから。なんかちょっと王子様感っていうより、すごい精悍な感じの。周りが小さくなったんじゃ、い。その、そっちか。 やっぱごつくなったよね、あれね。いや、田中碧と足元固いイメージ。田中碧のさ、あの、対面パスのトラップとかでさ、足の引き方がさ、斜めに引くんだよね。ボールのおでこ触った上で吸収するみたいな引き方して、そのまんま蹴れるっていう、この超無駄のない動作でさ、パンパンパンみたいなさ、この不毛の技術だなぁとか思いながら見てましたよね。ね、田中碧に関しては、日本のフレンキー・デ・オングですよね。ボール奪って運べるし、激しい守備できるしっていう。 万能型の選手でミドルシュートもあるみたいな田中に関しても何だろうね、欠点。田中はの欠点出る人教えてほしいな。エリア内に飛び込むタイミングとかかね。でもエリア内に飛び込む必要ないしね。<laughs> 昔はこの辺でね、狭い場所でのキープ力高くて、運べてみたいな。で、守備も寄せは早くて、切り替えすごくてみたいな。で今はこれう、うデブライン的な上がってってのクロスとかそういうプレーもできますもんね。田中碧自身はフレンキーにもデブラインにもブスケツにもなりたいし、なれるって言ってた。 確かスルーパスの得点シーンみたいなのは、イメージだけど、だからそもそもボランチでスルーパスで得点めっちゃアシストしてるみたいな選手って誰いるんだって言うとね、ほんとそれこそブスケツクラスにならないとね、決定上げるの難しいってすごいよね。このチャンネル皆さんご存知の通りね、欠点きちんと言うチャンネルなんで。ああ、いいね。田中はビトマドイブラなぜ止めれないみたいなインタビューで、僕は止めれるんでちょっとわかんないですけどって言ってて、同じクラブでもバチバチだなって,なって。 セルティック行きやあるいや、あるとしてもセルティックには行かないでほしいですけどね。それスコットランドのフットボールでフィジカルバトルみたいなのよりも、きちんとボールつなぐチームをどんどん選んでいってほしいですね。田中碧、右膝じ帯断裂しちゃったんですね。リサ丸も重症化をしてないって皆さんだよ。僕だったら畑を早めに呼んでますね。こんなに呼ばれない選手じゃないから。森保さんがセルティックと面談みたいなのはね、 なんかあの、構えたけど、実際に向こうのニュアンスとしてはセルティックに視察来るな、いつでもウェルカムだみたいな。なんか報道のされ方だとね、なんでセルティックは呼ばねえんだみたいな。でも珍しいよね。普通クラブってさ、うちからこんな呼ばないでくれみたいなよくあるのにさ、セルティックに関してはどんどん呼んでくれっていうかね、なんで日本代表にうちが呼ばれないんだみたいなの。セルティックだけどなんか違うね、なんかこう距離感というか。どういうことなの普通だったら呼ばれたくないじゃん。 クラブの方としたは怪我して戻ってくるかもしれないし。売りたい側のクラブだからですからね。ああ、そういうのもあるのか。確かに代表キャップがね、ついてる方がみたいなね。それをね、なんかクラブのオーナー側が言うのはあれだけど、監督がやってるの不思議ですね。僕だって自分がクラブの監督で、自分のチームの選手代表を呼ばれたら嬉しいけど、それがね、ヨーロッパでやってて、ね、アジアまでこうね、行き来して、その移動で疲れ切って帰ってきてみたいなのね。だいぶコンディション調整苦しくなりますけどね。 最後まで聞いてくれてありがとうございますよかったらいいねチャンネル登録して帰ってくださいまた一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょうどうぞふとこでしたバイバイ